EMTG ミュージックをご覧の皆さん、こんにちは。パノラマパルマタウンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よいしょ。はい、はい、我々ですね、はい、1月の17日にメジャーデビューミニアルバムパノラマディクションをリリースします。イエーイ。ありがとうございます。よろしくお願いします。最高傑作ですね。お、というともう、いつものラップとか、うん、こう言葉を詰め込むような早口な曲からメロにちょっとね、メロディーをちゃんと聞かせる曲、ラフちゃんみたいな曲とか不感症みたいな曲、すごい振り幅の曲がもうすごいボリュームで入ってますんで。一押し曲は、一押し曲は僕は街の明かりという曲ですね。お、どんな曲？街の明かりっていうのはすごい、その自分の故郷のシャッター街の曲なんですけど、すごい自分の内面を歌ったパノパラにはすごい珍しいメロディアスな曲になってます。楽しみですね。楽しみですね。これ変わらないと。そうですか。ああ、俺の曲が好きですか。俺不感症も好きだよ。あ、そうなの、ね。なんで？ほっといてくれーっていうのがあるんですけど、めちゃめちゃ好きなんですよね。ライブでもついつい歌ってしまいます。あれついついやつ。ついついやつ。あれコーラスとかじゃない。あ、そう。ついつい。たまたま毎回。毎回思っとるやん。そう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 。ついついやつします。今日置いてしまったな。ついつい。まあ、そんなことはどうでもいいことで、はい、すごい曲たちができました、はい、本当にぜひとも買ってください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ほんでツアーもございます。はい、全国12カ所を回らせてもらいます。最大級、はい、最大級で、普段行けないところも、行けますと。おで、初日がですね、2月4日の、神戸太陽と虎、我々の地元ホームからスタートします。お願いします。で、ファイナルが、4月26日木曜日、渋谷 WWW でございます。はい、ツーマンですね。はい、全部対バンツアーになってますけども、はい、本当に自分たちが今やりたい人たちを、出演していただくということで、もうすごいね、言えないんですけど、すごい人たちが決まってます、うん、はい、でもアルバム出してすごい、そのね、アルバムを伝えようという熱も我々高まってますんで、その熱量をぜひとも感じ取ってもらえたらなと思うんで、ツアーにお越しください。よろしくお願いします。よし、はい、ということで、EMTG ミュージック来ましたね。もう何回目ですかね、4回目ぐらいですかね。3回目ぐらい、3回目ぐらい、めっちゃやったね、これ、はい、めっちゃやったんですけど、今気になってる、最近検索した前検索はワードを、言うっていうコーナーですね。なんか面白いかよくわかんないんですけど、うん、おー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 、喧嘩っとんか、お前やりたいと思います。そう、こっちが面白くするから。そうそう、いや、もう俺はもう毎回ふざけてるんですけど、今回はあるんで、ちょっと検索してる言葉が何ですか、何ですか。いや、まあちょっと順番に言っていこうかな。あ、順番に言っていこう。想像自信あるやん。俺はもうあるから。俺はあのトイプードルでかいにしゃべったんですけど、トイプードルのでかいやつがいるんですよ、知ってますか。なんかトイプードルってトイプードルなんですよ、うん、トイのプードルで、プードルってのがあるんだよ。あ、そうなんや。むちゃむちゃでかい、もうあの柴犬よりもでかいトイプードルがあるんだよ、マジで。で、しかもなんか品格があるんですよ、めちゃめちゃ品格があるんですよ。だいたいあの、あれ金持ちが買う犬なんかね。ただのプードルのこと。そう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 。え、トイプードル、え、お前プードル知っとったお前。で、知らんやろ。たまの検索は僕は友達作り方で検索しました。あ、っていうのも、4月に上京したんですけど、でも全然もう、この3人以外に遊ぶ人がいなくて。お前もうそろそろやっぱ半年も遊んだり飲みに行ったりすると飽きちゃって、でやっぱ友達欲しいなと思って、結構4月にもう1回検索してみたんですけど、その時はあんまりヒントがなかったんですけどまあやっぱ更新されず、まあみんなやっぱ友達の作り方とかは検索するもんじゃないなって改めて思ったんで、うん、来年は頑張ります。はい、はい、来年頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、から、はい、じゃあ何口くん、なんか検索はせん言うとるやろ。はい、ごめんごめんごめんな、悪かった。いつもないんで検索ワードが。そうなんです。はい、でボーカル矢渕の、マイ検索ワードは石塚秀彦スペース体重でお送りしました。以上、神戸のルーキーパノラマタウンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。